エスタディオエスコルピオで行われる本日のゲームです。この時間は浦和対川崎、こちらをご覧いただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。浦和がこの試合は 4-4-2 のシステムです。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、まあ、4-4-2 のフラット型、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね、まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、はい、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。今やサイドバックは守備だけでないんですね。ただこのシステムの場合はサイドバックは常に走っていないといけないですからね、まあ、運動量の負担は半端じゃないですよね。まあ、それでいてスピードやクロスの精度、上がるタイミング、判断能力が求められる非常に難しいポジションだと言えますよね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。浦和対川崎、エキシビションマッチです。サイドの紹介です。右のエンドを守るのは川崎、対して左のエンドを守るのは浦和。ギルキ、上り里、家永へのボール、大島、山村へ、山村、大島へ、パースをつなぎます。阿部、山村、山村から大きく縦、西、阿部、柴戸、西、山中、ドリブルで上がっていく、ボールの確保のパス、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。上り里、山村へ、山村から縦へのボール、西、岩波、阿部、ゆるきへ、ゆるきへ、また中央へ、柴田、サイドを使います。山中、ボールの奪い合い激しいものがあります。やはりか、阿部から山中、中に入れる、これはクリア。川崎、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、まあ、攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。武藤、柔らかいボール、ここで収まる、どうだ、そのままキーパーが抑えました。ギルキ、さあ立ち上がり、両チームとも様子を見つつもポゼッションでははるかに上回っている浦和。西、中央に入っていきます。前半の3分の1が経過しました。まだ両チームともフィニッシュまでの形がありませんよね。こちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。
浦和、ここクリアで難を逃れます。サイドへ大島、シュート、西、右が上がっていく、阿部、絶好の位置で受ける、レースを狙ったジョアン・シュミッチ、長いボール縦へ、西、一人持ち上がっていく、柴戸、山中、上がっていく、さあ武藤、ゆるきへ、山中、阿部、ジョアン・シュミッチからレアンドロ・ダミアン、家永、家永へ、撫でるようなボールタッチ、さあレアンドロ・ダミアン、ジョアン・シュミッチ、大島、レアンドロ・ダミアンへ、柴戸、浦和、少し消極的に見えます。一人で駆け上がる、ゆるきへ、阿部、柴戸、中央から山中、柴戸、アーチのようなパス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。おー、ショートですね。中人数揃っている、柴戸、大島からアーチのようなパス、どうだ、さあカウンターのチャンスになります。来た、かわす、抜けた、さあ勝負、先制、まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール、冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。先制ゴールが決まりました。川崎、とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね。とこれはつながりません。大島、長いボールを送ります。レアンドロ・ダミアン、スペースを狙う、シュート、決めた、追加点、
これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いやいい形でしたよね。なんといっても出しのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。得点を重ね2対0という展開。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。中へのクロス、ジェティエ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。上り里、一気に前線にボールを送る。西、浦和、この残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。大島、山村へ、上り里、谷口から長いボール縦へ、牧野、これはファールです。山村、ジェジエウ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。一旦前を取る、大島へロングフィードで狙う、この位置でボールを受けます。どうだ、ヘディング、いやこれよく止めましたね。いやファインセールですよね、よく止めましたね。これレアンドル・ダミアン、今のチャンスはものにすることができませんでした。牧野、牧野一人で行く、阿部、43分です。裏へ出るか、ジェジエウ、長いフィード前線へ、ユルキ、中央行けるか、仕掛けるか、ミドル、いやいい反応でしたね北澤さん。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。浦和としては立て続けに失点をしてしまいましたね。ただ守りをしっかり固めて早めに攻撃のリズムを掴んでいけば十分に取り戻せる点差ですから、後半どういう出方をするのか非常に楽しみですね。浦和対川崎、では引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね。そうですね、そうすると試合は全然わからなくなりますからね。はい、ジェジエウ、大島へ、大きく縦へ、柴田、阿部、
西、縦へのボール、もう一つ前に行きたい、西スルーパス、中上げる、このクリアボール拾いたい、レアンドロ・ダミアン、奪われませんね、上里、山村、一人上がっていく、クリア、このピンチをなんとか出します。大島、チャンスを演出できるか、大島からのパース、この位置で受ける、抜きに行きます、上げてくる、どうだ、ここ拾って次につなげたい、浦和、上里、ここは間合いを取る、山村から左サイド、上里、ここで丁寧にコントロール、家永へ仕掛けるタイミングを図る、クロス、西川しっかりと抑えました、西、柴戸、右サイドを上がっていきます、さあ右へ預けて、また中央へパスでつないで攻め込んでいきます、浦和、阿部、ゆるき、クロスを選択、中は枚数います、ここで丁寧にボールを扱う、さあどうする、シュート、チャンス完了、山中、裏を狙う、浦和としてはちょっとまだリズムが悪いんですけど、なんとかまず1点欲しい、ミドル、際どいボール、まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね、意識高いですよね、クリアです、フリーで受ける、柴田、どうする、サイドを使います、ここで受けて、足元大事に行きます、クロス合わせてくるか、ファーサイド、川崎、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます、さあどこに出してくる、サイドへ、どうだ、これはクリア、阿部、サイドを使う、もうこれいいでしょ、上がる、シュート、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません、乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね、今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね、上里からこのフィードパス、西、流れを止めます、絶好の位置、家永からのパース、どうだ、クロス、阿部、
山村、組み立てながら攻め上がっていく。ファールありません。阿部、この位置でボールを受けます。山中からの折り返し、さあ左へ預けて、これはなかなかこじ開けられない。山村、家永へ、大島、ゆるき、このボールをカットします。柴田、素早いパスで攻め上がっていきます。来た、これは右サイドへ振ってクロス。浦和としては先ほどからなかなかシュートまでいけてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。レアンドロ・ダミアン、ギルキ、アーチのようなパス、ギルキ、ここはつながりません。山中から西、どうだ、牧野打つか、裏のスペースを狙う。さあここでカウンター、これは来た、来た、1対1。ギルキ、山中抜けるか、クロスが入る、ムートゲット。さあこれであと1点差。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。川崎、メンバーチェンジがあるようです。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。あと1点ですよ。長谷川、大島へ、シミッチへ、ジェジエウ、シミッチへ、大きく縦へ、阿部から武藤、ギルキ、丁寧に足元を使う。阿部、サイドを使います。ここで丁寧にコントロール、阿部、阿部から武藤、浦和、もう残すところあまり時間がありません。急ぎたいところではありますよね。そうですね、奪ったチャンスでカウンター、あるいはもうパワープレーを仕掛けたいところですよね。ここはクロス、クリアが浅い、ゆるき対応します。もう一度上げる、谷口、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。長いボール縦へ、牧野、このボールをカットします。阿部、ゆるきへ、撫でるようなボールタッチ、起きましたよ。
ゆるき左サイド上がってきます。阿部裏のスペースを狙う、おっといいボールでしょ。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。裏はメンバーチェンジです。山中から武藤、速いパス回し、もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。裏へ届くか、ゆるく狙ったボール、武藤いけるか、中央へ折り返す、ヘディング、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。川崎ここは時間を使います。柴田サイドへ、中央へ、もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。さあ繋がるか、レアンドロ・ダミアンから長谷川、これは繋がりません。ここで笛が鳴ってしまいました。試合終了、2対1、浦和惜しくも敗れました。しかしよく頑張った。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。浦和としてはホーム戦ということで、ぜひ勝ってサポーターの応援に応えたかったんでしょうけども、その気持ちが空回りした結果となってしまいましたよね。そうですね。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。浦和1点差に詰め寄ったものの、結局2対1で敗れています。